去年、長期で失業していた頃、長年の友人が何人も、離れてきました。最初は相談を聞いてくれた人も自己啓発本が送られてきたり、専門家に相談してと言われたり、単純に連絡がつかなくなったりしました。自分の気持ちも不安定で、助けの求め方が悪かったのか、相手は間違えてるのか今でもわかりません。就職して落ち着いた今も彼と過ごしたい、楽しい、時間を、彼と過ごした、楽しい、時間を思い出して悲しくなることもありますが、仲を修復したい気持ちが不思議とそれほど強くありません。ただ、もやもやします。どのように気持ちに整理をつけたらいいでしょうかってことなんですが、まずですね、人間関係っていうのも、さっき言った通り、すべては変わっていくっていう、いわゆるこう、仏教というところの無常っていうね、いい言葉がありまして、あら何かっていうと、自分もそうだし、相手もそうだし、社会もそうだし、すべて変わっていくんですよ。だから、そもそも、ずっと同じ友達と一緒にいれることの方がレアです。はい。もっと言うと、自分も相手も変わっていくわけだから、付き合う相手はお互いに変わっていくわけですよ。でもそれが普通だよねっていうのが、まあ、ブッダ先生が見つけた素晴らしい考え方で、もうこれは実は人間関係の中でも全く同じことが言えるんですね。だから、彼らと過ごした楽しい思い出とか時間っていうのは、それは思い出の中にじっとしてるもんなんですよ。思い出としては素晴らしい思い出だよね。でも、これから思い出を作っていく人は別なんですよ。で、人間の中で、特に人間関係で悩んだ人がやりがちなのは何かっていうと、思い出の人たちと付き合おうとするんです。だから思い出の中にいる人たちって、もう違う人間になってるんですよ。人って変わっていくので。だから、思い出の中で付き合う人と、これから思い出を作っていく人ってのは別なんです。全く別なんですよ。だからそのこれから思い出を作りたいと思う人を探すべきであって、思い出の中にいる人たちを求めるっていうのは、これは、なんていうんですかね、すでに飲んでしまった美味しいボトルのですね、ワインをですね、こうやって眺めながら、わー、このワイン戻ってこないかな、こうやってやったらこうなんか、こう復活しないかな、みたいに思ってるのと同じぐらい愚かな行為なんで、これは思い出にしておけばいいわけですね。はい。だからまあこうやって僕飾っておきますけどね。